令和2年2月11日富士通スタジアム川崎にて2019オーシャンボール JPMF 日本一決定戦浦和ウラワーズ対金沢ワイセンブルグの一戦が行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側になりますホワイトのユニフォームが金沢ワイセンベルグ、奥側ホームスタンド側になりますカラーエンジンのユニフォームが浦和ウラワーズです。浦和ウラワーズは関東を勝ち上がってきて代表となりました。過去最多の優勝回数を誇っております。本日の試合に勝ちますと歴代最多勝利の記録となります。手前側金沢は、北陸より、中日本を制しさらに西日本を制しての進出です。今回が金沢ワイセンベルグ初の進出となります。金沢が勝ちますと初の日本一、浦和が勝ちますと歴代最多の日本一となります。前半浦和レシーブ金沢キックオフ、浦和リターンで試合が始まります。レシーブを選択しました。従いまして白のユニフォームの金沢ワイセンベルグのキックで本日の試合が開始されます。第26回全日本選手権大会オーシャンボールまもなくキックオフです。キックレングス38ヤードキックブロック浦和フィールドゴールをブロックされこれを抑えたのは金沢、そこから大きくリターンし金沢相手陣入ったところで攻撃権獲得です。ナイスラン、ファーストラン。浦和ファーストラン。浦和ファーストラン。パス成功、ファーストラン。浦和ファーストダウン。クォーターバック18番ランニングバック25番のスクリーンパス、25番スクリーンパスをキャッチアンドランしファーストダウン獲得です。インターセプト、インターセプト。クォーターバック18番エンドゾーンへのパス、しかしこれを取ったのは金沢28番コース交代です。ターンオーバー、この時スナップが乱れました。パンターそのまま後ろにボールを持ってエンドゾーンの外に倒れました。したがって自殺点献上です。セーフティー。浦和2点獲得。ランニングバックならばハンドオフから中央突破当たり、そこから右にバーンアウト。浦和ファーストダウン。パス成功。タッチダウン。タッチダウンです。コーナーバック18番
ワイドレシーバー1番にパス、1番これをダイビングキャッチ、タッチダウン、1ヤードタッチダウンパス成功。浦和6点獲得。ナイスラン、ファーストラン。浦和ファーストラン、ランニングバック7番、トスを受け右オープンへの展開。キック失敗、攻守交代になります。ターンオーバー、ボールをファンブルしました。ここでクォーターバックボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのは裏、したがって攻守交代、ターンオーバー。タッチダウンです。ランニングバック7番、ハンドオフガーチを突破、相手タックルをランニングバックセカンダイ方向で弾き飛ばし、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。浦和6点獲得。パス成功。パス成功、ファーストラン。パス成功。クォーターバック12番、ワイドレシーバー22番にパスを通し、ファーストラン獲得です。スナップミス、かろうじてクォーターバックを抑えましたが大きくロス。ナイスラン、ファーストラン。タッチダウン、ランニングバック25番、スクリーンパスのタッチダウンラン、味方ブロックをうまく利用しエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。小川エンドゾーンにボールを運んでタッチダウンです。浦和ウラワーズ21点。クォーターバック12番、プレーアクションからネイキッド。金沢ファーストダウン、ランニングバック23番、ハンドオフから左オフタックル駆け上がり、ファーストダウン獲得です。キュービーサーク、コート62番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、これを浦和5番がキュービーサーク、大きくロス。パス成功、ファーストダウン。浦和ファーストダウン。キック成功、3点追加。フィールドゴールのキック成功。浦和ズ25点、金沢ライセンベルグ0点。スナップミス、このボールを抑えたのは浦和、したがって攻守交代、ターンオーバー。スナップミスがありました。インターセプト。クォーターバック18番、左ブーツレックからパスを投じましたが、このパスは弾かれ、それを取ったのは金沢、したがってコース交代、ターンオーバー。このバントシャンク、攻撃権は浦和ズに移ります。ボールは自陣を脱することできず、
タッチダウン。タッチダウン。タッチダウンです。クォーターバック18番、エンドゾーンへのパス。このパスをワイドレシーバー、81番がコフィンコーナーでキャッチ。タッチダウン成立で6点獲得。パントフォーメーションを選択。パンター12番。スペシャルプレー。しかし、不成功。カラザはパントフォーメーションからのパスを投じました。しかし、プレー失敗。パス不成功。カラザリバースプレー。ワイドレシーバー1番ピッチを受け右オープンを狙いましたが、これはノーゲイン。インターセプト。タッチダウン。クォーターバック12番、ここでパスを投じましたが、このパスを取ったのは浦和23番。23番そのままリターンし、相手エンドゾーン飛び込みタッチダウン。ディフェンスバックの今井のパスインターセプトリターン。浦和は6点獲得。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック12番、ワイドレシーバー29番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。インターセプト。ターンオーバー。パス成功。パス成功。パスだ。インターセプト。ボールオン自陣6ヤード。何枠42番ハンドオフから左オフタックルを駆け上がり約10ヤードゲイン。ここで試合時間がなくなりました。試合終了。試合終了となりまして、浦和浦和ズ38点、金沢ワイセンベルグ0点、浦和浦和ズの勝利、浦和浦和ズオーシャンボールトーナメント優勝です。第26回全日本選手権大会優勝チームは浦和フラワーズです。優勝カップが日本プライベートフットボール協会青沼修司会長より贈呈されます。続きまして優勝盾が日本プライベートフットボール協会副会長日野正幸各会長より贈呈されます。金沢ワイセンベルグへ準優勝盾が贈呈されます。贈呈は株式会社 QB クラブ奥田様です。
からは個人賞の発表です。個人賞には目標産企業から副賞がございます。江崎郁美子株式会社様、ファインテン株式会社様、シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社様よりご協賛いただいております。まずはじめにベストオフェンス賞です。ベストオフェンス賞は浦和フラワーズ7番高木明彦選手です。日本プライベートフットボール協会中日本支部支部長渡辺和人様より贈呈されます。続きましてベストディフェンス賞です。ベストディフェンス賞は浦和フラワーズ9番戸越周平選手です。日本プライベートフットボール協会東日本支部支部長神宮寺俊樹支部長より贈呈されます。続きましてノースランドリーグ賞です。こちらは浦和フラワーズ66番松井市長選手です。北海道社会人アメリカンフットボール連盟理事長佐藤明彦理事長より贈呈されます。続きまして関東賞です。関東賞は金沢ワイセンベルク47番南出翔平選手です。日本プライベートフットボール協会会長青沼会長に贈呈されます。そして個人賞最後は MVP の発表です。 MVP は浦和フラワーズ25番小川博隆選手です。日本プライベートフットボール協会青沼会長より贈呈されます。
以上で表彰式を終了いたします。では青沼会長よりご評価、ご公表いただきます。優勝いたしましたウラウラーズの選手スタッフの皆様、誠におめでとうございます。まあ、前年失った全日本を取り戻すということだけではなく、今回の優勝で、回数5回となりまして単独トップとなりました。これも重ねてお礼を申し上げたいと思います。また惜しくも敗れはしましたけれども、選手権初出場の金沢アイセンベルクの健闘は大変評価されるものだと思いますので、胸を張って2位ということで大変良い試合だったと思います。前回の第25回大会を一つの締めとしまして、全日本選手権も新たな展開を迎えようとしております。前回大会の北海道社会人、九州社会人の交流戦から今回の東北社会人の交流戦のように、全国の団体との交流戦をさらに展開した形での全日本選手権を実現したいと考えております。私も日本プライベートフットボール協会は社会、スポーツとしての社会貢献を活動の柱としてまいりました。今大会も私どもの活動趣旨にご賛同いただきました日本協会様をはじめ、多くの企業団体の皆様のご支援ご協力のもと開催できましたことを、この場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。来年は第27回として静岡県の草薙運動場で開催されます。そちらもぜひご来場いただければと思います。本日はお寒い中最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。それでは以上をもちまして表彰式終了いたします。皆様ありがとうございました。